こんばんは、サブイボラジオです。今日はですね、1984年から1989年にかけて起こった山市構想についてお話をさせていただきます。こちらもツイッターの方でリクエストいただきました。ありがとうございます。山市構想です。日本最大の、暴力団組織だった、今もそうですけど山口組と、そこから分裂して誕生した一和会という暴力団組織による抗争事件です。4年7ヶ月続いたこの抗争はですね、死者29人で、逮捕者560人を出したという、史上最悪の暴力団抗争というふうに言われています。でさらに100年以上続く山口組の歴史の中でもですね、この抗争としては最大のものだったと。でさらにこの日本の、暴力団の事件を見る中でもですね、実はこの山市構想の中で、1985年に4代目、竹中斎作組長と、若頭で、もう一人なんですけどが同時に、殺害されるという、そういったことが起こります。これも、暴力団のさまざまな抗争事件の中でもですね、日本トップの、ヤクザ組織のナンバーワン、ナンバーツーが殺害されるというのは、前代未聞で、その後もそういうことは起こってないという、でさらにそういうこの暗殺事件が起こったことによってですね、この抗争が激化して、でさらにこの山口組の中もですね、要はこの組織がこうぐわっとこの組織の力関係、パワーバランスが崩れてですね、混乱していくという。で、結果的に29人の、組員が、いろんな形で殺害されたという、そんな抗争事件なんです。で今回はですね、前半と後半に分けて、前半ではこの竹中4代目組長が殺害されるまでの、物語で、後半はですね、その竹中4代目組長暗殺事件の後、どうやってですね、この抗争が収束していくのか、収まっていくのかというところをお話していきたいなと思っています。で前回はですね、1970年代の半ばから後半にかけてこの山口組が松田組というこの暴力団組織と揉めた大阪戦争というのを、お話しさせてもらったんですけども、そこからですね、数年経って1981年に、山口組のカリスマと言われていた3代目組長田岡一夫が、心臓がずっと悪かったんですけども、それによって亡くなります。でこれによってですね、山口組は、トップを失いました。ですがこの田岡組長はですね、生前から4代目はこいつやというふうに決めてて、この山口組全体もですね、4代目はあの人やというのがもう決まっていました。それがですね、山健こと、山本健一です。これが3代目の、若頭でした。で実は、この山健が、この4代目組長になるという方向性は、決まってたんですけれども、実は、肝臓が悪かったんです。暴力団の人ってヤクザの人って肝臓を悪くするんですよね。これがなんか入れ墨のせいで、B 型肝炎とか、C 型肝炎に感染しちゃうのが多いとか、なんか入れ墨自体が体に悪いとか、なんかいろんなこと言うんですけど、肝臓を壊す人が結構多いんですけども、この山健こと山本健一も肝臓を悪くしてました。で田岡組長が亡くなった、その半年後ぐらいですかね、1982年の2月に、4代目を継ぐ予定だったこの山健若頭が亡くなってしまいます。でこれによってですね、この山口組は、ナンバーワン、ナンバーツーを失うんですね。でもともとこの組織はですね、初代の、山口春吉やったかなと、2代目はその息子さんで、3代目がこの田岡一夫なんですけども、3代目が、34年ぐらい続いたんですけど、その間に急成長してんですね。田岡一夫が組長になった時は33人やったのが、亡くなった時には1万何千人という巨大組織まで膨れ上がってました。で
この1万人ぐらいいるこの暴力団を誰が次4代目でまとめるかということがかなりごたごたするんです。で、まあその今おそらくいろんな会社とか、まあ、もしくはいろんな組織はですね、次のトップどうやって決めるかって大体まあそういうルールが決められてるんですけど、この時の山口組には実はまだなかったんですね、そういうルールを決めるというのが。で、まあ、この4代目に最も近いと言われていたのは山広こと山本広氏でした。まあ当時ですね、まあ、若頭補佐は8人おったんですけれども、まあ、その中でまあ一番人望があったのは山本広氏で、それ以外にもまあイケイケのまあこう武闘派で、鴨田重政というこの人も結構有名なヤクザさんなんですけども、まあこう見た目がジャイアンみたいな人でですね、でも明るくてでよう喋ってユーモアあるんですよね。でテレビの取材とかもほんまによくされてまして、 YouTube なんかで動画探したらようカラオケ歌ってたりとか、なんか、うん、インタビュー受けてるような、なんかそういうのよう出てきます。で、まあ、この人一話会の方行っちゃうんですけど、まあ、この人も有力候補でした。でさらにはまあ竹中正久ですね、まあ、ちょっと若いんですけれども、まあ、武闘派でまあ、ブイブイ言わしていました。でこの人も見た目がまあもうジャイアンをさらに怖くしたみたいな感じですね。なんやろ、もうザ・ヤクザみたいな顔です。体も大きくて顔も大きくて首も大きくて、なんかこう、怒ってるますよねずっとみたいな感じの人です。前から歩いてきたらもうなんか道を譲るじゃないです、もうフリーズしてしまうみたいな感じの人です。なんかこう黒塗りの車の黒い何ですか、窓がシュイーンと降りてきてこの顔出てきたらもう「あーすいません」ってもう言うしかないようなむちゃくちゃ怖い顔です。この人も YouTube でよく出てくるんですけども、 YouTube で警察と喧嘩してる時のね映像なんかよく出てくるんですね。警察がこの竹中組にガサ入れをする時にこの竹中正久がですね、何やんどれら何しに来よったんぞ、お前らもええ加減なことしてるとやってまうぞみたいなこと言うてるんですけどね、もうなんかこう動画を見てるだけでもうなんかおしっこがなんか出てしまいそうな、本当にこうザ・ヤクザっていうような感じなんです。でこの辺の人ですね、山広、竹中正久、鴨田重政、まあ、この辺が、まあ、この次の4代目に近い人間というふうには言われていました。でもまあ大方のこの幹部たちはですね、この山広がなるべきだというふうに思ってたということなんですね。で、まあ、この山広、山本広氏、まあ、どういう人かというと、まあ、一言で言うとなんか経理部長みたいな人です。まあ、いろんな会社でお勤めになってる人いらっしゃると思うんですけど、なんかこうメガネをかけた経理の部長みたいな人っていらっしゃると思うんですけど、ほんまにねなんか真面目そうで小柄で、まあこう、うん、そんな感じです。なんかヤクザの人には見えないです。で本当にもともと経歴を見るとですね、まあ、昔はまあ海軍なんかも行ってたそうなんですけども、たまたま入った会社が山口組の関係の会社で、でめちゃくちゃ仕事できたからその会社の社長がこいつようできますっていうので、まあ三代目山口組組長の田岡和夫に紹介してですね、おええやないかうちで働けよっていうので、まあ暴力団に入っていったというような経歴を持ってます。で、まあもちろんその1980年代ぐらいから日本の景気はぐい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 上がっていきますよね。バブル景気です。まあ、大卒とか短大卒1年目の女の子がまあボーナス200万いきなりもらうぐらいみんな金持ってたんですね。なんで暴力団もめちゃくちゃ金持ってたんです。まあ、債権整理みたいな仕事とかですね、今いわゆる地上げ屋みたいな仕事とかでこの山広こと山本広氏はむちゃくちゃ金持ってたんです。それをみんなにあげるんです。だから人望も厚かったんです。であいつ優しいし、まあ、山広さん優しいし、組長になったらええんちゃうと、居心地もええわ、やりやすいわと、あんま細かいこと言うてけへんしと、まあ、いうようなタイプやったんです。ですがこの山広は田岡和夫とその奥さんの田岡文子からは、まあ、あんまり好かれてませんでした。で、まあ、武闘派と言われる竹中正久もですね、まあ、あんまりこの
山宏さんを好きじゃなかったんです。なんでか、まあこの頭良かったんです、山宏さんは。実はまあ大阪戦争ぐらいでまあこう脱落していくんですけれども、姿に正雄というまあ通称ボンノと言われるまあカリスマ的なヤクザの人がいました。この人も経済ヤクザでむちゃくちゃ金もあって組織もでかかったんです。でこの人は三代目の若頭の山県と対立して追い落とされるんです。でまあ追い落とされたこの姿に正雄ボンノをですね、山宏は最後は潰さんかったんです。そのまま置いといたんです。なんでか、もう山口組からも追い出されてるし、しのぎもできへんようになるから自滅するのは見えてると。で、大阪戦争とかでまあこう警察からむちゃくちゃ睨まれてると。最後とどめ刺しに行ったらまた警察から睨まれるだけやと。あんなんほっといても潰れる、ほっといたらええというのが山宏でした。ですが例えば、まあ、竹中正久みたいな、まあ、武闘派イケイケの、まあ、この幹部はですね、山宏さんは手ぬるいと、あんなの姿に追い落とさんと他のもんに示しつかんやないかと、ヤクザの道をどない思てんねん、まあ、みたいな、あの人は甘いヤクザやない、まあ、みたいな評価をしてました。でおそらく、まあ、田岡克夫もですね、田岡文子もですね、まあ、どっかこう山宏さんのまあ優柔不断なところ、まあ、頭はいいんだけど最後こう一本筋を通すところをまあ疑ってたんじゃないかと、筋を通してないんじゃないかと、まあ、いうようなことで、まあ、不遇なんですね。いつもこの人ナンバー2までは行くんですけれども、ナンバー1にはなりませんでした。まあ、ですが、田岡克夫、山本健一がまあ亡くなった後、1982年の6月にこの山宏こと山本宏が 山口組の組長代行で、竹永正久が若頭になります。でこれを決めたのは、まあ三代目姉と言われた、まあ、田岡文子が決めたというふうに言われています。で田岡文子は、まあ、お父ちゃんの遺言やと、竹中をまあ若頭に慕ってくれということを山宏に頼みます。で竹中の方はですね、まあ、そんな言われたんやったらなりますけどって言ってなってて、なるというのを一回受け入れたんですけども、まあ他の組員がですね、あいつ若いやないかと、なんであいつがやんねんみたいな文句言ったら、文句言うんやったら俺もやれへんわっていうので、なんかそんな風にまあわがまま言うんですね。でそれを説得したのは山宏やというふうに言われてます。お前そんなややこしいこと言わんと、まあ姉さんが言うてんねやから、若頭になったらええがなと、なったらみんなその後で認めてくれると、みんな見返したって、お前がちゃんと働いてまっすぐ組たまれてくれたらええやないかと、俺も手伝うからなと、まあ、そこまで言うと、ほな分かりました、ほな若頭やりますわ、まあ、みたいな感じなんですね。この竹中正久っていうのはね、僕イメージとしてはね、あのビートたけしが映画、ヤクザ映画作るじゃないですか。であの時ビートたけしなんかヤクザやるじゃないですか。あれですね、あのイメージです。なんかこう口下手であんまりこう自分の思ってることはっきり言わへんけど、ヤクザのこう筋を通し続けて、で何かあったらもう一瞬で行くみたいな、まあ、ああいうタイプやなというふうに思いました。でちょっと話それてしまいましたね。1981年に田岡一雄が亡くなって、で1982年に山宏組長代行竹中が若頭になります。でそこからですね、この実はこの山宏を推すグループ、まあ実はこの鴨田重政とかも、まあ、山宏を推してたんですけども、この辺りがもう山宏さんをなんとか4代目の組長にしようというふうに、まあ、こうみんなでこう一致団結していって、でこのなんとかこう組長にしようとするんですね。でそれが起こったのが1982年の9月で、この時のまあこう組の集まりの中でですね、まあもうずっと長らく組長が決まってないっていうのもおかしいと。でもうそろそろ4代目組長の問題決着つけなあかんでと、まあ、いうことを、まあ、当時の幹部の一人の岸本才三が今言います。あ、じゃあ、岸本才三は、うん、ごめんなさい、あの反対側だ。で、まあ、それを言うんですね、誰かが。で、まあ、山宏もですね、はいと。まあ、実は4代目を引き受けるように、まあ、いろんな幹部から言われてるんですと。まあ、このあたりで選挙しませんかと。ほんなら、周りの山宏を応援する組長たちもですね、まあ、選挙しろ、選挙や、選挙がええ、みたいなことを言うんですね。
で実はこの時に若頭の竹中正久はですね、ちょっと刑務所に入ってたんですね。でもうこれで山広に決まるというふうな流れやったんですけども、ここで異を唱えたのが、匠勝と、その後、5代目の山口組の若頭になる、匠組の組長の匠勝なんです。この人はですね、この山一構想でもその後大活躍するんです。いわゆる経済ヤクザ、めちゃくちゃ金持ってる経済ヤクザでありながらですね、軍師でもあり、武闘派の一面もあったと、いうふうに言われています。おそらくこの山一構想を、この人が最終的に山口組の勝利に導いたと言っても過言じゃない人です。決して好かれてはないんですけど、むちゃくちゃある意味強かったと言われている人ですね。でその、匠勝がですね、みんながもうほな山広さんで言えないか、山広さんにやる選挙を言ってる時に、アホンだらと、頭が留守中に4代目決める選挙とはどういう了見なんじゃい、頭が戻ってきた時に何と説明するんじゃい、と、いうふうに、こうなんてかましたそうなんですね。でこれ頭が留守中っていうのは、この、若頭だった竹中正久が、刑務所に入ってまだその集まりには来てなかったと。でその時に勝手に4代目決めるのはあかんやろと、いうことを言ったんです。でこれをきっかけにですね、反山広側が、そうじゃそうじゃ、どういう了見なんじゃみたいなことで、その集まりが揉めに揉めてですね、で結局、その選挙するのはやめましょうとなりました。でこっから実はこの匠勝がですね、いろんなこう引き抜き工作をしてですね、当初はもう山広4代目が大筋では決まってたんですけれども、このいわゆる実弾と言われる現金を渡したりとか、あとはお前らこっち使えへんかったらもうしのぎ、要はお金稼ぎできへんようになるぞというような、この飴と鞭でですね、引き抜き工作を行うんです。でこれによって、この山広さんがですね、この4代目になる目がどんどんしぼんでいったと。でその一番大きいポイントというのが、実は山県組の2代目、山県組っていうのは3代目の若頭山県の作った組ですね。いわゆるこの山口組の中でも保守本流のグループなんです。でここの2代目が、渡辺、義則と、実はこれ5代目の山口組の組長になる男なんですけれども、が、2代目の山県組の組長だったんです。でこの渡辺義則を、匠がですね、籠絡したというか説得してですね、反山広側につけたんです。これによってこの山広側はですね、勢力がもうガタガタガタッと崩れていって、最終的には、1984年の6月に田岡文子はですね、幹部を一人一人読み集めてですね、もうどうしてもお父ちゃんが遺言で言うとんのやと、お父ちゃんというのは田岡和夫ですね、もう4代目は竹中にせなあかん、あんたも分かってくれるな、というので一人一人を説得しました。でこれが1984年の6月です。で、実はこの時ですね、田岡文子は足の怪我で入院してたんですけれども、で退院してすぐですね、そういう幹部会を開いて、もうそういうふうにするぞと、いうふうに決めました。でこれをですね、発表したのが1984年の6月の5日です。でこの日にですね、いわゆるこの直参の組長たちは、組長会に呼ばれてですね、ここで竹中正久が4代目の組長就任の挨拶をしました。でこれで名実ともに4代目山口組長がもうこの人に決まったという日なんですけれども、実は同じ日にですね、この竹中4代目にこう反対するグループ、つまり山広グループですね、は大阪の別の場所でマスコミを読んでですね、4代目の竹中の就任にはわしらは反対ですという記者会見を行いました。で、その後、もう山岸の大門、山口組ですねを抜けて、一和会を作りますというのを6月13日に発表しました。これによって、
まあ、山一構想がスタートしたというふうに言われています。で、実はこの時ですね、一和会という名前でした。で、これ一和会っていうのは実はこれ数和会ですね、数字の1にですね、平和の和に会で、まあ、一和会なんですけど、もともとは数和会というふうに名前をつけるつもりだったんですね。これ数和会って何や言うと、田岡和夫の、まあ、この数を取って数和会、田岡さんの意思を引き継いで、わしらはやりますと。で、平和を願う会ですと、数和会ですと言ってたんですけど、マスコミがですね、あの一和会一和会って言っちゃったんで、ほんなんもう一和会でいいですという風になったそうです。ほんまかどうか知りませんけど。で、これ何が言いたいかというと、実はここでですね、もう一和会の敗北は決まってたというふうに言われています。それはなぜかというと、この名前なんです。名前に山口組を入れなかったというのが、実はその後むちゃくちゃ効いてくると、まあ、一和会が弱体化していく原因になったというふうに言われています。実はですね、この田本を分かった1984年の6月の段階では、この勢力はですね、一和会側が6000人、山口組側は4000人後半から5000人ぐらいいたというふうに言われています。で、これがですね、一気に山口組の、まあ、この側にですね、人が流れていくんですね。で、これもまあ匠勝の、まあ、いろんな技によってですね、引き抜き工作とかが行われて、でわずか半年でですね、まあ当初6000人おった一和会は2800人まで減りまして、で山口が組側は、まあ、4700人やったのが、まあ、1万人を超えると、まあ、いうふうに、この人数がぐわーっとこう山口組側に戻ったんですね。で、これの原因、こう押し切られた原因ですね、これが、まあ、この匠勝らによるですね、まあ、要はですね、いろんな技を使うんです。まあ、例えばこう、組長を拉致してですね、もしくは組員の若頭とかを拉致してですね、こいつの命どうなってもええんかと、もし助けたかったらお前らもう解散しろと、で解散して組長のお前はもう仇になれと、でそれ以外の人間はうちで引き取ったると、絶対苦労はさせへん、面倒見たらと、まあ、いうような作戦を使うんですね。で、それ以外にもですね、一人ですね、山広組の、まあ、右腕と呼ばれた、あれ何組やったかな、これ井原組ですね、井原組の組長、これ、まあ、在日で韓国の人やったんですけども、この人はですね、韓国までもう山口組に追い込まれて逃げるんですね。ですけど山口組は実はこの韓国まで行ってですね、もう、まあ、実はこの井原組の組長はですね、韓国の軍隊に守られるぐらい、こう韓国ですごい勢力を持ってたんですけども、その軍隊にもへこたれへんぐらいの軍勢を山口組が韓国に送ってですね、で拳銃を井原組の組長に突きつけてですね、お前解散せんかったらお前はもちろん組員全員もやってまうぞと、もう今ここで解散状を書いて日本の警察に送れと、まあ、いうことを迫るんです。で、そこまでやられてしまったこの井原組の組長はですね、まあ、そこでもう俺ら解散しますというのを書いてですね、これを日本の警察に送るんです。で、これで山広チーム一和会はですね、山広の右腕がもう落とされたと、まあ、いうことで、この山広組にもですね、この一和会の、まあ、重鎮たちがですね、あんた何やってんねやと、一和会の会長やのに右腕も持っていかれとるやないかと、しっかりしてもらんと困るなみたいな風に追い込まれるんです。で、さらに雪崩のようにですね、一和会のメンバーはですね、山口組の方に、まあ、雪崩を打って、まあ、流れていってしまいます。で、まあ、それ以外の様子見してた、まあ、組たちもみんなこの山口組に流れていってます。なんでこれ分断して半年でもう一和会はほぼほぼ終わりかというふうになりました。で、最後残ってたのはこの山広組とですね、一和会の、まあ、副会長で理事長だった、鴨田、まあ、この鴨田組は1000人以上おったんですけども、まあ、ここが実質なんとか支えているという状態まで追い込まれてしまいます。で、ここでもう仕方がなくこの一和会が
取った作戦がトップ4代目竹中、正久の、まあ、暗殺と。で実はここですね、竹中正久の暗殺にはですね、石川博夫という、まあ、これも山口組の、まあ、幹部やった人間が一和会の方に行くんですけれども、まあ、この人間が、まあ、最終的にこう指揮を取ったというふうに言われてるんですけども、まあ、この石川博夫の話と竹中正久の暗殺事件については、まあ、後半の方でお話をさせていただきます。今日はここまででございます。最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございます。